はい、皆さんおはこんばんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。はい、前回まで育ててたこの目玉親父についでですね、今回は久しぶりに育成やっていきたいなと思います。はい、それで育てるモンスターなんですけど、次こいつなんでね、宇宙人イベントを上げてたかっていうと、動画でですね、まあ、こいつを育てれますよっていう、まあ、予告的なことだったんですね。だから今回はこのメタルナでレア種ですね、レア種というかレアですね、のライライ。ですね、メタルナ今まで多分かなりやってるんですけど、モンスターハーム2育てたこと多分なかったと思うんですよ。だからですね、今回はちょっと楽しみだなって感じで、しかもレアということで、はい、感情を学ぶために美味しいものと同化したメタルナ、思わず顔がほころぶ味だって。誰がこれを食したのかな、食レポを誰の食レポなんだろうこれ。ということでね、このライライ、なんか中華丼みたいなやつとラーメンかなと合体したのかな、そういう能力もあんのかな。ということで、はい、これですね、挙動も初めて見るんで、なんかゾンビみたいな歩き方ですよね。うん、でくね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 して、あ、円盤にもなれると。すげえな。ステルスもできるということですかね。うん、それでお金も今回順、まあ、あれですね、あれ上に飛んでるだけか、まあ、潤沢にあるんでね、お金も。でこれ使ってですね、まあ、目標はですね、とにかくモスとかあのポリトカ倒して殿堂入りもしたいんですけど、アキレールね、あいつ倒せたらなとは思ってますと。黄金も、まあ、白銀はないんですけど、これ使っていきたい。はい、では育成していきましょうか。まあ最初はね、メタルナーといえば命中が得意なんで、命中をやっていきたいなと思います。もう速攻失敗してる。悪だからな、できるだけ悪要素も逃がしていきたい。うん、こうやって叱って良いの方に向かわせていきたいですね。まあ、そんなに最初はメクジラ立てて育てることもないかなとは思いますけど、まあ、油とあの草育成も葉っぱ育成ですね、もう途中からでいいかなとも思ってます。うん、最初こんな感じでしか上がらないんでね。まあ、餌自体はちゃんとビタミンもどきを上げていきたいなと思います。これは喜んでんのかな、わからない。おお、デコから吸ってる。いや、いきなりは無理だろう。 あとですね、こいつ結構最初能力高くて、それとですね、まあこんな感じデータですね。戦うことが好きなのか、あ、ゼリーもどき嫌いな、怒ってたのか。ゼリーもどき嫌いはちょっと辛いな。で、酔い悪は悪で、これ、まあこれは普通覚えてるんですけど、これですね、これを初期から持ってるこのライライということで、まあちょっとお得感ありということですね。はい、能力もこんな感じです。ちょっと上げたんですけど、で今回は休ませるか。まあ最初はとにかく関係ないんでね、あんまりガンガン寿命を消化していきたい。あ、ズルするな、これ。これは叱ろう、ちゃんと。拗ねてるな。あと名前が粉木じじいということでね、これもちゃんとゲゲゲの鬼太郎シリーズを引き継いでいます。鬼太郎目玉親父粉木じじいときてます。もうなんていうかね、名前考えるのめんどくさいんでね、鬼太郎シリーズでまとめてますけど、絶対そうってわけではないんですけどね。ショートレ3回できるかな。
うん、大会自体はどんどん飛び級でやっていきたい。結構やっぱ上がりいいな、得意だから。はい、そろそろですね、修行に出していこうかなと思います。まあそろそろでいい、2回ぐらいしか出さないと思うんですけど。で、欲しいのが大ダメージ技。うん、力を全く上げてないんで覚えるか微妙なんですけど。竜巻、丈夫さっぽいけど、なんかパワーなのか、これは力なのか。お、押しのけたな。なんだろう、風圧に負けないってことなのかな。でも台風の真ん中って影響あったっけ、そんな。台風の目のところは大丈夫なんじゃなかったっけ。お、覚えた覚えた。4、よくやったよくやった。2個目の技が欲しいんですけど、まだ力が足りないんで、2個目はまた今度ってことになる、なりそうですね。一回諦めて、で歩き出して、準備体操して、ドッゴツーンと。怒らなかったのか、温厚だな、ラクダ。あんなに殴られてたのに。まあ、一気に技を2個覚えるってことはないんでね。うん、これが結構失敗するんだよな。これ割って水出すんですけど。こうやってずっと朝から晩まで岩を殴り続け、拳が痛くないのかな。一回寝て、あ、水が湧いてきて、もうちょっとというところですね。で、朝で起きて、もう一発。おお、壊れた。よしよし、4つ成功するかな。あり地獄か。最後は一旦逃げたけども、また来て。これ力関係ある？素早さとかじゃないの、これ。回避とか。最終的に関係するのかな。あれ、飲み込まれていったぞ。復活して、復活して、復活して。恐ろしい生き物だな、こう見たら。あり地獄って。あれ、失敗した。失敗したのか。で、粉木じじ、技覚えてくれましたね。で、大会に出したい。この能力で大会いけるかな。 D だったらいけるか。いや、わからない。 D は大丈夫だろう。大丈夫と信じよう。で、これあげて、で休ませる。よし、で大会ですね。 D ランク決めてほしい。
グレード D。 さあもう一回一回飛ばしていきたいな。 DBS と粉木ジジ、おかっこいいな。相手モンスターでいないもんな。メタルナーって出てこないよな。相当レアモンスターってことかな。あとはバジャールとか、なんだろう、ウンディーネも出てこないか。どうだろうな。でも相性はいいな、こいつ。命中は高いから。ん？おお、食らわなかった。これが、あ、覚えた技か。ツインショーダー覚えたのか。見てなかった。そういや、何覚えたか。ポンキンが、あれ？ミスった。おお、強そう。てか、ゴーレムの技だよな。89かわされるか。あ、食らったな。うわ、うざ。でもダメージゼロだな。よし。パワーはないから確実に当てていきたい。うん、まあ投げキスは大丈夫だろう。ゼロだからな、ダメージ。KO いけるかな。ツインショーで当てたいな。あとガッツ回復早いんでね、メタルナーは。うん、ピクシーにも劣らないはず。勝ってるかな、むしろ最速クラスなはず。よし、いいですね。舐めた態度がいいな。うん、誰がライバルになるかな。パワー系のやつが多分苦手なはずなんだけど、パワー系はいないな。ウィンストンは結構強かった気がするな。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。防御ないタイプは大丈夫だ。命中高いから。お、ツインショーだけ。これ何歩なの、ダメージ。C ぐらいか。うわ、あれ、めっちゃ食らったんだけど。マジで。ジョブさん200あんのにな。うわ、やばいやばい、これやばい、これやばい。霊気弾食らったらいけないやつだ、これ。ためよう、ためよう。冷静に行けば勝てる。意外にいい勝負かもしれない。よし、結構強いな、ポンケン。ガッツダウンもあるから相当嫌な技なはず。大丈夫大丈夫。あ、なんだ、弱すぎる。よし、なんだろう、なんか格闘家で本当になんか中国人っぽいな。中国武道をマスターしたのかな、昔。うん、パルマ買ってくれ。よしよしよし。いっぱいはちょっと覚悟しないといけないかもしれない。運によっては。ハリマ王は大丈夫だと思うんだけどな。似たタイプだけどな。まあ、回避とジョブ差が違うか。勝てるだろう。こいつはまあ、接近戦やっとけば大丈夫だ。大した技ないから。よし、ポンケン。弱いな、こいつ全然成仏さないのに、このダメージか。成仏さるやつにこいつやばくないかな、もしかしたら。ヘイルフォールとかに、全然ダメージ与えられないかもしれない。で、こう、覚えてツインショーダーが結構、キーになってくるかな。いや、弱いな、ツインショーダー。ポンケンのガッツダウン、クソ、意味不明なんなんやろ。すごいな、ガッツダウン食らってる間にもすげえ回復してるから、そこまでガッツダウン食らわないっていう。これは武器になるな、この速さは。ただその分ダメージとかも低くなるんだよな、遅いやつに比べて。遅いやつはほんとパワーあるからな。よし、おお、なんとか KO できた。いや、このガッツ回復の速さは強いぞ、マジで。武器になるはず。ヘイルフォールが負けといてくれた方がいい気がするな。ヘイルフォールが天敵な気がする、能力的に。あいつは丈夫さ高いから、あんまり攻撃食らわせれない気がするな。
まあまあこいつは結構丈夫さ低くてライフが低いってやつも多いな。てか全体的に丈夫さ低いですね。 D ランクオクレイマンも低いし、こいつらはカモなんですけど。お、やるな、ライバルか。7しょっぱいダメージだな。くそ、並んだか。同じぐらいだな今戦況は。じゃあくそ、当たらないか。確実に当てたい。くそ、あ、やばい、ジャブ当たるな。くそ、ジャブ地獄持っていく。よし、連発。よし、どんどんでけ、どんどんでけ。ツインショーだ。よし、いや、クリティカってこのダメージかい。ジャブ。よし、いいですね。さあ、ヘイルフォール。こいつに勝てる気しないな、ヘイルフォール。どうなんだろう。負けてくれ、負けてくれ。よし、これで優勝決定。まあまあまあ D ランクはね、ほんと幼稚園児の運動会みたいな感じなんで、まあ E ランクかな、 D ランクはまあ小学生ぐらいか。いやー苦手だろうなこれは。丈夫さやったら高い。99枚貯めてツインショーで打ってみてどれぐらい食らうかだな。あ、うとうとうと、うわー、クリティカって26ってことは15ぐらいしか食らわないんじゃないの普通に。あー、やっぱりでもなんとか勝てそうだな。防御だけだから本当に弱ははは。ポッケンの方はポンケンか、ポンケンの方が強い気するけどな。ダメージどうなってんの。ツインショーだ。KO いけるかな。よっしゃ、 KO いった。いやいや、まあまあ D ランクですから。あ、でも嬉しいな、そんな強いわけじゃないから。やっぱちょっと緊張感はあるな、戦ってて負けるかもしれないっていう。それは結構大事だと思うんだよな。どんな喜び方するかな。あ、普通か。普通の時に写真撮るなよ。一番いいところにしろよ、写真撮るのは。なんかもっと決まってる時にしろよ。初の賞金。投資に対してだいぶあれだけどな。マイナスだけど、まだまだ。お、回避上がらなくていいのにな。で、今回はこんな感じかな。ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてやる気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。